受けられた陸上自衛隊のヘリコプターは原型をとどめていませんでしたその機体からはフライトレコーダーが見つかりました消息を絶ってから26日ぶりにヘリコプターの機体が会場へ先月6日沖縄の宮古島沖で消息を絶った陸上自衛隊のヘリコプター引き上げ作業は高波に阻まれ4日目に突入しました午前8時18分民間の作業船から遠隔操作型の無人潜水機が投入され 作業が始まりまりした水深およそ1 0 6メートルの海底に沈んでいる機体をワイヤーを使って海中で釣り上げネットの上に移動その後ネットに包み込むようにして機体を引き上げます開始からおよそ3時間半が経過した午前11時43分海面近くにうっすらとネットに包まれた機体の一部が見えてきました。ついにに海面に姿を現したヘリコプターの機体は 原型をとどめずバラバラに壊れていましたその中には筒状の燃料タンクとみられるものや日の丸のマークが確認できます機体の状態を見た防衛省関係者は想像以上に破損している印象事故の衝撃の強さを思い知らされると驚きを隠せません事故での衝撃を解析する専門家は エリは凄まじいスピードで海面に衝突した可能性があると指摘しました作業船の甲板に置かれた機体にはブルーシートがかけられ作業員らが中へ水抜き作業を行った後機体にフライトレコーダーが残っているかなど確認が行われましたこうした中昨日新たに引き上げられた隊員とみられる遺体は午前自衛隊のヘリコプターで沖縄本島へと運ばれました